皆様、こんにちは。今日の発表タイトルは、メナキノンセブンの血管切開化と動脈スキフネスへの新規作用です。自然由来のビタミン K は構造によってビタミン K1 と K2 に分類されます。重要点としては構造が異なるだけでなく、それらが関与する機能も異なるということです。ビタミン K1 は主に肝臓に存在し、多くは凝固因子の活性化に関与しています。 ビタミン K2 は主に肝外組織に存在し、多くはオステオカルシンやマトリックスグラタンパク質などの非凝固因子の活性化に関わっています。ビタミン K1 は主に緑黄食野菜由来で、K2 は主に発酵食品から得られます。 ビタミン K は重要な凝固因子として知られています。その活性化メカニズムとして、まず肝臓から分泌される凝固因子は不活性型です。 これらの凝固因子は、ガンマーグルタミルカルボキシラーゼによってカルボキシル化されることで活性化されます。そこにビタミン K が関与しています。そのため、ビタミン K は凝固因子の活性化にとって非常に重要です。 そして、凝固イン以外の他のビタミン K 依存性タンパク質も存在します。もちろん、ビタミン K はこれらタンパク質のカルボキシル化による活性化を援助します。例えば、このマトリックスグラタンパク質 MGP は血管石灰化を抑制することができますが、その機能を発揮するためにはカルボキシル化して細胞外に移行することが欠かせません。骨形成を促進するオステオカルシンも、

では、ビタミン K はどのように血管切開化の抑制に関与しているのでしょうか ?1997 年の研究ですが、このグループはマトリックスグラタンパク質 MGP をノックアウトして MGP 欠損マウスを作成しました。 このマウスモデルでは、血管に自発的な重度の石灰化が確認されました。つまり、タンパク質が機能を失うと、血管は自然に石灰化を起こします。これらの結果から、MGP の血管石灰化の抑制効果が明らかになりました。我々人も同じタンパク質を持っておりまして、このタンパク質の活性化にはビタミン K が必要です。逆に考えると、理論上、ビタミン K 摂取不足、つまりビタミン K 欠乏により、 血管钙化が引き起こされる可能性があるということです。活化，它才具有这样的活性。如果说维生素 K 摄入不足，或者说维生素 K 缺乏，那么就会带来血管钙化。这个是理论上的一个推导。 例えば、ワーファリンを長期服用している患者さんでは、骨粗症症や血管石灰化などの問題がよく見られます。ワーファリンの作用基準は、ビタミン K の代謝サイクルを阻害して、ビタミン K の再利用を止めることにより、その効果を発揮します。ビタミン K 欠乏は、さらに凝固因子の活性化を抑制して、抗凝固作用を果たします。しかし、ビタミン K1 の欠乏によって、MGP とオステオカルシンの活性

血管は通常の血液運送になっていますが、血管切開化の結果としてどのような病態が発生するのでしょうか。心臓が様々な組織や臓器に血液を送り込むためには、血管のコンプライアンスと弾力性が必要であることが分かっています。これにより、一定の安定した圧力で血液を臓器に運ぶことができます。しかし、血管が硬くなって弾力性がなくなると、心臓が血液を送り出すときにより大きな 力が必要になりますこれに対応するため心筋細胞が変化して心臓の構造自体も再構築されますそしてもう一つは私たちの心臓自身への血液供給は拡張期に開いた冠動脈に依存しています冠動脈の効果が進行すると拡張期の機能が制限されて虚血性心疾患を引き起こします 血液の管理不足がいろいろな病気を引き起こす根拠がもう一つあります。それは脳や腎臓の毛細血管でも弾力性が必要であるということです。弾力性を失うと、これらの血管壁にはより大きな衝撃力が伝わります。その結果、血管の破裂や脳出血、腎臓の血圧上昇、高血圧などのリスクをもたらすことになります。つまり、血管石灰化は多くの新血管、 脑血管、血管的基礎となっています。这些毛细血管，它也是需要有弹性的。如果说它失去弹性，那么这个血管壁受到的这个血管冲击力就会很大。冲击力大之后呢，就会带来这个这个血管破裂、脑出血啊这些这个临床表现。 本日、特に紹介したいケースは、慢性腎臓病と透析患者のケースです。その理由として、やはり彼らの血管切開化発生率が非常に高いということです。 慢性腎臓病患者の50%は血管石灰化が発生しています。さらに透析を受け始めると80%に血管石灰化が確認されます。血管石灰化の発生は血液中のカルシウム濃度とはあまり関係ありません。実際に透析を受けている年数と慢性腎臓病の発症年齢には関係があります。そうすると彼らにとって血管石灰化が発生する誘因は

透析患者の高い血管石灰化発生率は重大な印象的な意味を持っています。これは血管石灰化レベルと生存率の関係を示す曲線です。赤い線で示された石灰化スコアが400以上の患者、石灰化スコアが400未満の患者、そして石灰化スコアが0の患者、この3つのグループの間に明確な生存率の差があります。石灰化スコアが400以上の患者の5年 年生存率はおよそ30%に対して石灰化スコアがゼロの患者は80%です石灰化は透析患者の生存に深刻な影響を与える可能性があります先ほど述べた主な心血管疾患の病態生理学的メカニズムもこの結論を裏付けます 慢性腎臓病患者の高い血管石灰化率に関しては、独自のメカニズムが示唆されています。近年、抗リン酸結晶は、慢性腎臓病における石灰化発症の危険因子として重要視されています。血中リン濃度が 1mg パーデシリットル増加するごとに、血管石灰化のリスクが大幅に増加すると言われています。また、発症リスクは場所によって異なります。 感動脈では22%、相棒弁では61%、それぞれ血管石灰化のリスクが上昇しています。では、抗リン酸結晶を抑制することで、血管石灰化を抑制、あるいは逆転させることは可能なのでしょうか ここに一つの先行研究があります。カルシウム系と非カルシウム系の抗リン酸血晶治療薬両方がプラセボ群と比較して慢性腎臓病患者の血管石灰化スコアを増加させました。これはかなり残念な結果でした。血中リン濃度を抑制することで石灰化を抑制すると予想しましたが、結局血中リン濃度は抑制されず、石灰化は逆に進行しました。しかも肝動脈と腹部大動脈 两个方的结果，啊这个、结果就比较就是令人沮丧了。就是我们原想着是通过这个抑制血磷水平来抑制钙化，现在血磷水平能够控制，但是病人的这个钙化呢，反而不但没有这个得到控制，反而是升高了，反而升高了。啊，从这个冠状动脉和腹主动脉来看呢，都有一致的这个结果。 血中リン濃度を抑えて血管石灰化を抑制するという仮説はうまくいかないようでしたので、血管石灰化のもう一つ重要な危険因子である高子血症の抑制に着目しました。この研究では、スタチンを用いて血中脂質を低下させます。スタチンを投与しない患者では、血管内のアテローム性プラークが著しく増加します。また、この青い点は石灰化を意味していて、石灰化も増加することがわかります。 一方、スタチンを投与する患者では、プラークの生成が抑制されます。しかし、同時に血管閉括筋の石灰化レベルも上昇します。結論から言いますと、スタチンは冠動脈プラークの石灰化を促進する可能性があります。スタチンによる脂質の低下により、石灰化を抑制することはできないと結論付けています。 所以说，在这个文章他们的这个结论里就提到呢，他汀有可能是促，它会促进这个冠状斑块的这个钙化的啊。所以说，通过这个呃他汀呃抑制血脂来减少这个钙化，好像这条路也走不通。但続いて、<ー>透析患者の場合は、スタチンで血管化を抑制することができるのでしょうか？能不能抑制它的钙化呢？ この研究では、透析患者の血管石開子はプラセボと比べて、スタチン投与の方が優位に増加しました。そこで、この論文の作者はタイトルで、透析患者にスタチンを禁止すべきではないかという質問をしました。この予期せぬ結果を解明するために、彼らは基礎研究を行いました。血管平滑筋細胞をスタチン処理して培養した結果、細胞が分泌するビタミン K が減少しました。 つまり、スタチンが血管平滑筋細胞でのビタミン K 合成を阻害して、血管石灰化を増加させたと推測されます。そして、ビタミン K の補給によって、血管石灰化の進行を抑制できることが示唆されています。また、他に多数の基礎研究も同じような仮説を指示しています。 所以说，他们就认为，是不是因为这个他汀抑制了这个血管平滑肌合成维生素 K 带来的这个血管钙化增加？那么这就给我们的一个提示，就是说我们有没有可能通过这个补充维生素 K 啊，维生素 K 来这个呃抑制大家的血管钙化的这个血管钙化的这个进展？ 続いて、健常者におけるビタミン K 補給の大規模な研究の結果を紹介したいと思います。これは去年発表されたノルウェーの研究ですが、2000人以上の中年のノルウェー人健常者を対象に、ビタミン K1 と K2 の摂取量を分析しました。 その結果、抗ビタミン K2 摂取が、新血管疾患のリスクを低減する可能性が示されています。しかし、ビタミン K1 の摂取量は、新血管リスクの低減とは無関係でした。結論として、食事で大量のビタミン K2 を摂取することによって、新血管疾患のリスクを低減することができます。 ここに日本の研究もあります。これは非常に面白い研究で、納豆消費金額と大腿骨頸部骨折の関連性を地図で表しています。納豆消費金額が高い地域では骨折発生率が低いです。 一方で納豆消費金額が低い地域では骨折発生率が高いですつまり主に納豆に含まれる MK7 の摂取と骨折の発生に逆相関が見られますまた推奨レベルのビタミン K1 と MK4 の摂取ではオステオカルシンを活性化するのに十分ではないことも示唆されていますそれに対して MK7 がオステオカルシンを活性化して骨折の発生率を減らすことができます 結論として MK7 はビタミン K1 や MK4 よりもオステオカルシンのカルボキシル化に効果的であることが考えられます。同の 摄入的这个水平，并不足以去活化这个骨钙素啊，它是需要这个 Mk 七来活化骨钙素，以降低这个骨折的这个发生。所以说，在作者的结论，他就提到，Mk 七相较于维 K 一和 M Mk 四的话，它对骨钙素的羧基化更加有效。 オランダの研究では、200人以上の健康な平均誤助成を対象として、3年間 MK7 を1日180マイクログラム摂取させた結果、不活性非カルボキシル化脱ン酸化型マトリックスグラタンパク質 TPUCMGP のレベルが低下しました。これはビタミン K を補給することでビタミン K の欠乏を回復することが可能であることを示唆しています。そしてこの研究のエンドポイントは血管の弾力性です。 です軽動脈、大腿動脈管脈波,波電波速度 CFPWV の低下によって血管弾力性が改善されていることが認められます特にベースライン値が低い集団においてこの改善がより顕著に見られますベースライン値が高いつまり血管弾力性がある程度維持されている集団では MK7 を補充しても弾力性の改善は十分とは言えません これらの研究結果から、ビタミン K2 は閉経後の女性の血管の弾力性を向上させることができると考えられます。 これはビタミン K の補給が大動脈弁の石灰化進行に対する影響を検討した研究です。ビタミン K 補給群は大動脈弁の石灰化が10%進行したことに対して、対象群は22%進行しました。 これらの結果をまとめると、ビタミンケアを補給することで、大動脈弁の石灰化を遅らせることができると結論付けています。この研究は高く評価されて、論文発表の翌年に、ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディシン、NEJM 誌に掲載された血管石灰化に関するレビュー論文でも引用されています。 先ほどお伝えしたように、慢性腎臓病患者は血管石灰化の発生率が高く、臨床天気に非常に大きな影響を与えています。ビタミン K の補給によって血管石灰化を抑制することができますが、ビタミン K が不足していることが前提となります。

ここに示したのは我々のデータです。透析を受けている慢性腎臓病患者では、DPUCMGP タンパク質のレベルが健常者に比べて優位に高く、ビタミン K の欠乏は非常に深刻であることが示唆されています。また、これらの患者の血管石灰化スコアも非常に高く、年齢や透析期間とともに増加することが示されています。さらに DPUCMGP タンパク質のレベルと石灰化スコアに性の相関が 的这个呃时间的增加啊，透析的时间增加，那么他们的这个就是呃钙化的水平也是增加。还有第三个呢，就是说他们未羧基化的这个 MGP 蛋白水平跟他们的钙化水平也是有呈现性呃关相关性的。也就是说，他们的这个这个未羧基化的这 MGP 蛋白水平越高，他们的这个钙化水平也会这个、会更高啊啊。啊 ここに慢性腎臓病患者におけるビタミン K と血管石灰化の関連性を示す研究をまとめました。 サンプルサイズはそれぞれですが、すべての研究においてビタミン K 欠乏のマーカーである DPUCMGP タンパク質と血管石灰化の関係が検討されました。これらの研究の共通の結果として、やはり慢性腎臓病患者において DPUCMGP タンパク質のレベルと血管石灰化の進行度に性の相関が見られています。 呃，心血管钙化水平跟这个未缩基化的 MGP 蛋白之间的相关性，从这些所有的研究，他们都得出了一致的结果，就是说，这些慢性肾脏病的病人，他们缺乏维生素 K，他们 MGP 蛋白水平是明显升高的，并且 MGP 蛋白的这个水平跟他们这个钙化的这个程度是有相关性的，相关性的。 また、透析患者に対して、ビタミン K2 である MK7 補給によるビタミン K 欠乏の回復効果を検討したところ、1日45マイクログラムから400マイクログラム以上までのさまざまな容量で、MK7 によるビタミン K 欠乏の改善が認められています。MK7 の技量不一定、低的是45、高的是400多。なので、その他の补充後、都能观察到、維新素 K の缺乏性能を得到纠正的 さらにビタミン K2 補給によるビタミン K 欠乏症の改善が血管切開化の改善につながっているかどうか、複数の RCT 試験で検証が行われています。アウトカムとして、血管弾力性を意味する PWV や、血管切開化スコア、CAC が使われています。

呃，指标的这些进一步的恶化的，但是有的结果呢是没有发现的，是没有发现这个他们个跟这个补充维生素 K 二是有相关性的。所以说，从现在目前的这些研究结果呢来看的话，呃，有支持维生素 K 对血管健康是有好处的，也有研究结果呢是没有发现他们的这样的这个呃相关性的。 ここで、いくつかのビタミン K 補給が、胸の健康に対する影響を検討した RCT 研究を紹介したいと思います。閉経後女性を対象に、ビタミン K1、MK4、MK7 の効果を検討した研究では、ビタミン K が骨密度の増加、骨折リスクの低減に効果があると認められています。一方、ビタミン K 補給群と対象群に有意差はないと報告されている研究も存在します。そのため、 ビタミン K に関する臨床研究を評価する際には、投与したビタミン K の種類を考慮する必要があると考えられています。彼はビタミン K の中でも MK7 がビタミン K1 や MK4 よりも優れているという報告が確認されているからです。他にアウトカムや介入期間の長さも総合的に評価しなければなりません。 特に骨に関する研究では <相対 S 1> 長い介入期間でないと効果がほとんど見られないとよく言われています。MKC はこの国が変わは更有効でそれは、私たちが補充の生素 K 到底对につ健康有知っている時に、私たちが何を使っているのかを知生素 K 的ので、第二个、个它的观察指標到底是什么第三、 他的观察时间是否是足够的长？因为对于骨骼对骨骼健康的这个对骨骼健康的这个观察的话，它需要时间需要足够的长。 血管のお話に戻りますが、これは今年5月に発表された新血管疾患に対してビタミン K の効果を分析したレビュー論文です。結論として、やはりビタミン K2 の方がビタミン K1 よりも効果が優れています。しかし、より大きいサンプルサイズで検討する必要もあります。 今まで様々な研究においてビタミン K 補給がビタミン不足を改善し、血管石灰化の抑制により心血管疾患を予防する可能性が示されてきましたが、健常者を対象とした研究がその大半を占めています。慢性腎臓病患者に対してはやはりより大規模な RCT 研究が必要だと考えています。そして骨の研究のように、排尿器官とビタミン K の周囲を考慮した臨。 少子險。前面前面す要するに層別解析のような分析でより正確なデータを獲得できると考えています。这个是很多研究都能够证实的，这个研究结果是一致的。但是对于这个它的临床获益啊，最终的临床获益，能它的这个纠正维生素 K 缺乏之后，最终能不能转化为这个血管钙化的纠正，能不能转化为心血管疾病的发生率的降低，这个呢？ 除了前面的这个呃挪威研究，还有鹿特丹研究，他们是是能够就是说呃证实这个健康人群补充了之后呢是能够获益。对于今天我们谈到的这个慢性肾脏病的病人，他们能不能获益呢？呃，未来需要更多的，我觉得需要更多大样本的啊、呃、随机对照的研究来证实他们的这个临床获益。这样的研究呢，我觉得它需要。 呃，更长的这个观察观察时间，以及它所使用的维生素 K 的这个剂型，来进行我们来进行就是分层的这个分析，才能得出更科学的这个结果。啊、次第は健常者がビタミン K を補給する際の安全性について紹介します。啊 WHO, FAO は、健康な成人に、1日 10mg から 20mg のビタミン K 摂取は安全だと推奨しています。MK7 に関しては、成人において体重 1kg に対して1日6マイクログラムの容量までは、ビタミン K2 による有害事象は報告されていません。つまり、体重 60kg の成人に、1日360マイクログラムを摂取させても、安全性は担保されると考えられています。 严重的毒副作用啊，补充维生素 K，所以说，呃，健康人群补充维生素 K 是安全的。 ビタミン K は凝固因子の活性化に関与しているため、患者や医者からビタミン K の補給が凝固因子の活性を高め、血栓のリスクを増加させるのではないかとよく聞かれます。 この疑問を解明するため、我々は研究を行いました。健常者において MK7 を摂取しても、ビタミン K 依存性凝固因子である第2、第7、第9、第10因子の活性は増加しないことが分かりました。さらに、摂取1ヶ月後、MK7 摂取による凝固因子活性の増加は認められませんでした。 また、血液凝固の指標である活性化部分トロンボプラスチン時間 APTT、プロトロンビン時間 PT、トロンボテスト PT の延長も認められませんでした。加えて、ビタミン K の全く体である PIVKA2 の増加も認められませんでした。 その理由として、すでに凝固因子が活性している健常者に MK7 を追加補給しても、凝固因子のカルボキシル化、つまり活性化をそれ以上促進できないと考えられています。このような結果を理解するには、我々れはトリアージ理論を提唱します。 これはビタミン K の体内利用における巧妙な仕組みを反映している理論です。 ビタミン K のような微量栄養素は、まず体の最も重要な生理機能に用いられます。例えば、血液凝固、これは精子に関わる問題です。そして、仮に欠乏した場合、ビタミン K はまず血液凝固などの体内で最重要な機能を担うタンパク質に需要を満たします。一方、慢性的な欠乏の影響を受けやすい一部タンパク質の機能を犠牲にします。例えば、オステオカルシンやマトリックスグラタンパク質 MGP の 成果が不十分となって次第に骨粗小症が発生して結果的に体に悪い影響を与えますもちろん血管切開化もこれの影響を受けます 現代の食生活では、凝固因子のカルボキシル化に必要なビタミン K を十分に摂取できるようになっています。それ以上ビタミン K を追加補給しても、これらの因子のカルボキシル化を促進できません。しかし、慢性疾患に関連するタンパク質はカルボキシル化がまだ不十分で、さらなる補給が必要となると考えています。 この追加補給は結果的に骨粗しょう症や血管切開化などの慢性疾患の予防と改善につながっています。より分かりやすく説明すると、ここに1個の OK を示しました。水を上から入れて、まず下の方を満たします。ビタミンケアを水で例えて、下が凝固因子となっています。そうすると、もっと高い位置にあるオステオカルシンや、

这些蛋白它说句话是不完全的，所以说需要额外的补充来来，就是说来预防和控制这些慢病，比如骨这个呃这个。呃这个 骨质疏松啊，或者血管钙化、啊、这些慢病啊，比如说就像就像这这这样一个桶，刚才讲的这个分流理论，如果说你凝血因子很少的时候，我的水只能加到这么多，然后首先就满足凝血因子。如果那么只有额外的补充更多的维生素 K 的时候呢，它的维生素 K 才会利用到这个利用到这个骨钙素和基质伽纳蛋白。 所以说，对于我们人体来讲呢，呃，需要额外的补充这个维生素 K 来满足这些其他的跟我们慢病相关的这些呃功能蛋白的这些呃活性。 最後に、今日の総括と今後の展望についてです。今現在、慢性腎臓病患者の心血管の健康に深刻な影響を与える血管切開化の有効な治療法はありません。慢性腎臓病における血管切開化の予防と治療に対して、血中におけるリンと脂質の抑制は、効果が認められておりませんが、ビタミン K2 は有望であることが分かっています。 また、基礎試験データとリアルワールドエビデンスにより、ビタミン K2 補給の安全性が確認されています。さらに、日本やノルウェーの健常者を対象とした大規模な研究では、新血管切開化、心血管疾患、及び骨粗小症予防におけるビタミン K2 補給の効果が認められています。 通常の食生活で摂取したビタミン K は血液凝固を維持する最低限の必要量を満たしますが慢性疾患に伴うビタミン K の生理的な必要量を満たしません。

会不会给他们带来更多的临床获益？需要做大样本的这个临床的干预研究来得到来进一步的这个证实。好，今天就和大家分享啊我的。以上的ご清聴ありがとうございました。